どうもラウチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は千鳥の生存ルートをやっていきたいと思います。日にちは11月6日。ここで間違いないと思います。順平と話をしてスタートですね。いや、これ前作とちょっと変わってますね。11月6日の夜に順平と話すんですけども、選択肢が出ない。変わってますね。じゃあ次の日に行きましょうか。次は11月11日の夜なんですけども、どうなんだ？これ生存しない？次の日の11月7日に、順平と話ができますね。ちょっと過ごしてみましょう。よし。まあ、ちょっと見てきていいか。あ、これだわ、多分。いらっしゃいませ。本日はどんなお花をお探しですか？なあ、間違いない。入院してる女の子に送りたくて。お見舞いの品ですね。それでしたら、この辺りはいかがでしょう。ああ、そうっすね。じゃあ、あれを一つ。白色のお花ですが、よろしいですか？え？ダメですか？その子、白色を好きみたいで。理由があれば大丈夫だと思います。では、お包みしますね。やっぱいいです。お邪魔。で、ここで選択肢か。今までにないぞ。買わなくていいのかでしょうか。で、また来た。それでも会いに行け。これで間違いないですよね。で、もう一つ来ましたね。多分この二つのどっちかだと思うんだけども、上だな。今から変わればいい。11月11日の夜になりました。順平に話しかけるんですけども、選択肢は出ません。でも千鳥に会いたいという気持ちはあるみたいですね。何かきっかけになるものを渡せば順平も一歩踏み出せるかもしれない。花か。最初に買おうとした白い花かな。とりあえず全部買っていきましょうか。とりあえずね、プレゼントに喜ばれるっていうやつを買っていきましょう。これは別にいらんな。これか。白い切り花。順平が見ていた白い花、これじゃない？白い切り花を持った状態で順平と話しています。どうだ。あった。渡す。来たんじゃない？これは来たんじゃないの？で、今までの話を見るに、多分渡してこいだな。うじうじしてるからだ。どうだろうかね。11月14日土曜日の夜ですね。2階に順平がいました。これなんか全く違う気がするんだけど。いや、全然違った。あれ、これじゃないね。全然違うんだけど。いやー、14日も15日もどこ探してもないんですよ。なのでここはなくなってるのかな。まあ3日間、話しかければ OK みたいなので、最後の22日、そこをちょっと調べてみましょう。それではこの日が最後ですね。11月22日の日曜日昼間、なんかなるか。いや、ならんか。選択肢出ませんね。もう決めたぜ。てめえらにはもう指一本触れさせねえ。千鳥は俺が死んでも守る。千鳥、俺と来い。
こんな奴らといちゃダメだ。避けろ、チュンペイ。それでは11月30日月曜日の夜です、深夜になってイベントが発生したら成功っていうことですね。まあ、できる限りのことはやったと思います。もしもし、私です。夜分にすみません。その先日来の彼女の扱いです。来た来た。やはり調べていただく形でお願いします。体に特徴があれば親族を見つけてやれるかもしれませんし、それに私は彼らストレガの裏にもキリジョンが行った何かの罪があるように思えてなりません。気づいてしまった以上、伏せて葬ることの方が冒涜であるように思えます。無論責任は全て私が。は？今何と？成功です。成功しました。ですがあの晩の検視では確かに。わかりました。すみませんが詳しいことがわかるまでこの件他言無用にお願いします。また変化があるようでしたら。はい、お願いします。では。どういうことなんだ。とにかくしばらくは静観して事態を見極めるしかないか。はい、ということで千鳥生存しましたね。おそらくですけども11月6日あの日に順平が選んでた白い花、あれを渡すかどうかが、ルートの違いだと思います。あそこだけかな。うん、他にはねちょっと今までの話がなかったので、あそこで白い花を渡せばもう確定になるんじゃないかなと思います。はい、やってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。